はいどうも皆さんこんばんは、 WD23 スタジオズでございます。本日はですね、2024年3月の8日新スペースマウンテンの予想を見ていきたいなと思います。というわけで新スペースマウンテン見ていくんですけども、ファンタジースプリングスはねもう90日オープンまで切っておりますが、新スペースマウンテンは2027年なのでまだまだ先のオープンとなっておりますが、どんどん工事が進んでおりますので、まあ短い期間ながらもねこのような形でね動画にできるほど進んでおります。なのでね、早速ですが新スペースマウンテンの工事見ていきましょう。ちなみに現在のスペースマウンテンは2024年の7月の31日でクローズしてしまうので、ぜひ東京ディズニーランドを訪れた際には現在のスペースマウンテンに乗っていただければと思います。それではですね、ミニーのファンダーランドが開催中の東京ディズニーランドの新スペースマウンテン見ていきましょう。どうぞ。はい、ディズニーリゾートラインになりまして、東京ディズニーランドステーションを出たところになります。本日の内容をこのような形でやっていきます。まずはリゾートラインからの様子、画像解説、そして本日のテーマトークの方やっていきましょう。まずこちら見えてまいりましたのがバスターミナルウエストの奥にあります新スペースマウンテンの工事の様子でございます。こちらねやはりでかいですよね。前回間近から見ていったわけですけども、このような形でね新スペースマウンテンの躯体の工事が進んでおりまして、ボックスのショービルディングとの境目にですね、なんとここ鉄骨上がですね開口を設置開始しております。ここですね、ベイント高台に支えられるような形でですね、水平の鉄骨もあるようになっておりますね。そして右側の方もこうロンチ部分もですね鉄骨が設置開始しているといったところになりますね。ここから先にですねロンチという形で飛び出していくといった状況になります。そこに関してはねベント高台ないので今後変わるかもしれないですね。このあたりですね、こう建設の人がいますので、その大きさがねこの人の大きさでわかるかなと思います。それではですね、この後は画像解説を楽しみください。まず画像解説1枚目がこちらでございます。バスターミナルウエストの奥にあります新スペースマウンテンの躯体でございますけども、このあたりはですねこの角度からはあんまりこう前回から大きな変化はなさそうですよね。前回もお伝えしている通り、屋根が傾いている角度がですねこの辺の画像からはわかるんじゃないでしょうかね。まあ数度ですね本当に傾いております。そして画像解説2枚目はこちらでございます。さらにですねもう少しリゾートライン進めたところで撮ったこちらは新スペースマウンテンの躯体になりますけども、はい、このような形でですねここら辺がボックスのショービルディングに向けての鉄骨のねはい先端になっております。この辺はね前回から設置されているといったところになりますけども、おそらくこのボックスのショービルディング自体ねこのぐらいの高さになりそうといったところになります。そして画像解説3枚目がこちらになるんですけども、前回なかったですねこの円の部分の鉄骨、ここの、はい、白いところが設置開始しましたね、はい、ここになりますけども、今印でねここ指しているところになります。前回はベント高台が支えるような形でその下の黒い鉄骨をねここはまあ地面に水平にね設置しているような鉄骨になるんですが、そこから屋根がね傾いておりますので、その少し上のところにですねここに、はい、上の屋根の縁の部分の鉄骨が設置されているといったところになります。やはりですねその下の鉄骨と比べると非常に大きいのがわかります。太さも大きいですよね。このボックスのショービルディング自体はこの高さになるんですけども、そこから少しね上に上がることによってまあやや傾いたような形での屋根となっておりまして、パーク側に向けてこの屋根がね傾いた状態で設置されるといったところになります。今手元にね私も前回の画像を見ながら、まあ、比較しながらですねこの解説をしているわけなんですけども、まあ、ここの部分の鉄骨が設置されたので、まあ、次はねここ一本だけね残っている場所、ここの設置がされるかなと思いますので、ここが設置されたらもう円の外周がですねここ屋根できちゃうんですよね。早いですもうできちゃうんですよね。なので、まあ、そっから屋根が上にこう伸びていくようなね鉄骨が設置開始していくものと思われますが、まあ、そこよりも先にねもしかしたらライドレールがね設置されるかもといったところで、まあ、前回ねお伝えしている内容でございました。
続いての画像がですね、こちらとなっておりまして、今言っていた鉄骨がね、ここをよく見えますよね。そしてその奥のところ、ここがね、おそらくロンチ部分になるんですけども、ロンチ部分のですね、鉄骨も、はい、ここで設置開始しておりますね。まあ、そこからですね、こうロンチがこう伸びていって、ライド本編に入っていくといったライド構造にね、おそらくなるかなと思われます。ボックスのショービル自体がこのぐらいの高さになるので、そこよりはね、ロンチ部分も高さ超えないかなとは思われますね。その中にですね、まあ、坂を作っていって、そこから発射していくといった方式になるんじゃないですかね。まあ、この斜めに発射していく形式、かなりね、怖さがありますので、まあ、ディズニーランドパリのね、スペースマウンテン体験した方はわかるかなと思いますが、めちゃめちゃ怖いですね。そこから勢いよく真っ暗な中にも突っ込んでいくわけですから、まあ、それなりの、やはりね、怖さ、絶叫度はね、あるかなと思いますので、覚悟して待っていただければと思います。はい、そしてそこのロンチ部分がね、映っている、まあそこの基礎の部分になるんですけども、ここの斜めにね、こう若干なっているものが、ロンチのね、柱となる部分ですね。そこに縦にね、伸びるような柱もこの辺にありますけども、まあ、ロンチをね、支えるわけですから、結構な太さがね、この柱にはあります。まあ、この部分からですね、こう角度を斜めにしていったような形で、伸びるような形で、ロンチがね、できていくものと思われます。後ほどね、この辺も含めてですね、ショービルディング、ちょっと枠作ってみたので、その辺をお伝えしていこうかなと思います。まあ、この円に関してはですね、以前私がお伝えしていたもの、もうここからめちゃめちゃ進んだんですけども、まあ、私がね、お伝えしていたような形でですね、まあ、傾くような屋根、ちょっと歪ですけどね、まあ、これがもっと綺麗なね、円になるような形で、まあ、設置されたといったところで、まあ、予想通りのね、この円の形となっております。まあ、あくまでこれがね、屋根の縁となっておりますので、ここからですね、こう、ボディ部分が、パーク側に関しては作られていくものと思われます。裏側はね、ちょっとどうなるかはわからないんですけども、まあ、一部はね、もう本当に四角いボックスのショービルが飛び出るような形になるので、まあ、屋根の上の方はですね、おそらくまあ装飾される可能性もゼロではないかなと思います。それではですね、本日のテーマトークを行っていきましょう。本日のトークテーマは、新スペースマウンテンのボックスのショービルディングとなります。こちらのボックスのショービルディングに関してはですね、まあ私がね、用語をずーっとボックスのショービル、ボックスのショービルって言ってるわけですけども、まあボックスのショービル、読んで字のごとく、四角いショービルディングといったところで私の方でね、お伝えさせてもらっております。まあ、この新スペースマウンテン、いろんな塔に分かれておりまして、この円の大きなメインの塔、そしてサブの塔、ホエイザントと呼んでおりますけども、このね、横にちょこっとついている部分ですね。そして後ろ側、パーク外側にありますのがボックスのショービルディングとなっております。このボックスのショービルディングはですね、このライド本編が入ってくるような形なのと、あとはですね、一部はライド倉庫として使われるものと思われます。以前ですね、私がこのような形で、はい、航空写真に解説させてもらっておりますけども、こちらのですね、円の塔、そしてサブの塔、そしてボックスのショービルディングといった形でできるものと思われます。この躯体の工事がね、徐々に進んできておりますので、ボックスのショービルディングこうなるんじゃないかなということで描くことができました。こうなるかなと思います。こちらです。はい、こんな感じでですね、四角い部分がですね、見ることができますけども、結構高さありますよね。おそらくこの黒い鉄骨がボックスのショービルディングの高さの上限になるかなと思われます。現在のスペースマウンテンは本当にこのスペースマウンテンの円の中だけで、Q ライン、ライドステーション、ライド本編というものがね、すべてここに詰まっておりますけども、新スペースマウンテンはですね、メインの塔がまあほぼですね、ここ、現在のスペースマウンテンと同じぐらいの大きさになりますので、このメインの塔の円の部分、そしてボックスのショービルディングがライド本編としてね、使うことができる、結構贅沢なね、作りとなっております。現在のスペースマウンテンはかなりですね、面積、スペースが限られてくるので、そのスペースマウンテンの中をですね、ぐるぐる回るような形でのライドコースとなっておりますが、新スペースマウンテンに関しては、そのぐるぐる回る以外にもですね、いろんなライドのコースが可能性としては考えられます。もちろんまっすぐね、進むことも考えられますし、ツイスト回転、あとはですね、ぐるりとレイジングスピリッツのような縦回転もすることができるぐらいのね、もちろんこのライドコース、そして面積となるんじゃないかなと思われます。ロンチ部分からこの円のメインの塔に向けてですね、射出されていくわけなので、
まあ、ライドコースとしてはいずれはねこのボックスのショービルディングに向けて進んでいかなくてはならないので、ライドの終着地点としてはライドステーションがね奥にありますので、そこに向かっていかなくてはなりません。なのでいずれにしてもですね、ここの円のメインの塔でカーブを描いて、その後このボックスのショービルディングに行くといったライドコースになるかもしれないですね。まあ、その過程でもしかしたらこうスピードをつけて1回転したりとかっていう可能性もあります。この円のメインの塔だけでなくてですね、ボックスのショービルディングがあることで本当にいろんな可能性がね考えられるので、今後のライドコースのね予想もですねいろいろできるんじゃないかなと思います。まあ、私の方でね X Twitter の方でアンケート取らせていただいたので、またライドコースのですねトークテーマの時にまたその辺のアンケートをですねお伝えしていこうかなと思いますので、お楽しみいただければと思います。それではですね、皆さんいかがだったでしょうか。2024年3月の8日新スペースマウンテンの様子でございました。本日のトークテーマでは新スペースマウンテンのボックスのショービルディングということでお伝えさせてもらいましたが、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、こんな感じでですね、私の方で簡単に描かせてもらっておりますけども、まあ、ボックスのショービルディングこんな感じでできるんじゃないかなと思われます。結構ねこの辺また鉄骨とか立ってきたらですね、まあ、高さ含めて確定するんじゃないかなと思うんですけども、まあ、おそらくねこの黒い鉄骨の部分がね高さの上限になっていって、まあ、手前に伸びるような形でですねできるんじゃないかなと思います。まあ、ライドステーション部分だけ少しね低くなったりとか、そういったね細かい変化はあるかもしれないんですけども、まあ、概ねねこの辺のショービルディングに関してはこのような形で出来上がっていくんじゃないかなと思いますので、まあ、ライドコースとかね、どんなものができるのか含めて皆さんね、どんどん予想していきましょう。あとは皆さんのコメントとか見てね、いろいろその本日のトークテーマどうしようかなっていうのは決めているんですけど、もしね、皆さん知りたい内容、こういうの上げてほしいっていうものがありましたら、ぜひぜひコメント欄までお願いいたします。過去に上げてきた本日のトークテーマは概要欄の方にね、載せておりますので、そこから参考にしていただきながら皆さんね、ぜひぜひコメントお願いいたします。それではですね、この動画いいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。私 WD23 スタジオではですね SNS、Twitter、X、Instagram、Threads、そしてブルースカイの方もやっております。そちらのフォローの方もよろしくお願いいたします。あとはですね、チャンネル登録者2024年中に5000人突破目指しておりますので、そちらのチャンネル登録の方もぜひぜひお願いいたします。皆さんのおかげでチャンネル登録者3000人突破いたしましたので、今後ともよろしくお願いいたします。それではですね、また次の作品でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバーイ。